まさかの皆さん、まさかの戻ってきたかな、まさかのスマホの寿命でスマホの寿命で止まりまして、すみませんスマホの寿命ですね。ちょっと寿命が来てしまううちにパパってやりたいと思います。はい、皆さん覚えてますか？覚えてないよね。私もあんま覚えてませんでした。すみません。じゃん。まず一つは2023年2月、これ合ってる？これやんね、前回やったの。これやんね。2月27日、正解は1年後10問あります。はい、こっからってことだよね。いきます、じゃじゃん。1問目、書いてありますね。まあ皆さんはお分かりだと思いますけども、まずあのまだここからですね。はい、セミナーの関係については今まだここからっていう。ループしてる？頑張れ。見えてる？見えてる見えてる。ちょっとこれ15分しか持たないね、この携帯はね。15分しか持たないということで、関係克服できるのかっていうのは、残念でしたということで、はいはい、まあおいおいね、関係についてはまたお知らせできたらなと。はい、じゃ続いて、おじゃん、2問目、カニライクでイベントができるのか。アンサー、できる。できてませんできてませんね、これもう残念ながら不正解でした。悲しいね。でまだ8問あるからね。そして第3問ですね。じゃん。え、ないないことある？あ、服だ。マジで何を書いてんだろうね、私。じゃん。おしんさんのお家に行って手料理は食べられるのか。食べられる、全部なんかできるっていう方向にありますけど、なんだろう、手料理は食べ、あ、待って、食べられてるかも、手料理。まあ、でもおしりんさん家じゃないもんな、ダメだな。おしりんさん家じゃないとダメなのもんね。おしりんさん家じゃないもん。おしんさんの手料理は食べたけど、手料理的なのは食べたけど、おしんさん家じゃないんで、これは不正解にしときましょう。残念、残念でした、残念でした。じゃ続いて第4問、てかやばない、全然不正解ないけど、この全滅とかある？じゃん。お、競馬で万馬券は何回取れるのか。3回。あー、でもこれあれだよね、ファンの人に公開してるやつでだもんね。だと多分これはダメですね、取れてません、残念公開してるやつはないじゃあ続いて、おじゃん、第5問、熊崎さんと競馬場デートできるのか。なんとね、本当は今日ね、熊崎さんと競馬場デートする予定ではあったんですけど、
はい、今日ね、今日から中京開催で、はい、実は熊崎さんと中京競馬場に行く予定だったんですが、もう私がね、あの仕事がありましたのでちょっと行けずということで、はい、これも残念だね。まあ競馬場で仕事、プライベートでだもんね、これね。仕事じゃないもんね。だから残念ながらですね、残念ながらです。まあでも、あの行きたいねと話してるので、また来年ですね。また来年っていうか今年か、また今年ですね。はい、そして第6問を、これ分からんかも。2じゃない4、3じゃないので何回出演できるのか。アンサー8回。誰か数えてしている？え、足してってことだよね。2じゃないよと3じゃないよで8回。ごめん、ちょっとスケジュール見んと分からん。携帯に書いてあるから分かりません。誰か数えてるかな。でも8回ぐらいよね多分。これはあの要確認ですね。でも8回以上言ってるよね多分。結構さ、これ書いた時に覚えてるもん。ファンの人に8回はさすがにみたいな言われた記憶ある。8回以上出てます。そう、前回も2回ぐらい出るし、3じゃないも出た。16回も行ってる？倍行ってるの？これはどうしようね。これ数えないといけないね。私もね、毎月1回2回は出てるんですよ。そう、8月以外はいっぱい出てる、やめて。8月ギリギリには収録したので、去年ね。正解でいい？ありがとう。じゃあこれは正解にします。イエーイ。これはもう正解でいいよね。だって8回以上さやってるのはすごいよね。多分8回以上やってると思うけどね。まあこれは三角って感じで、まあまあ正解にしましょうね。これぐらいいいですよね。これぐらいいいですよね。じゃあ続いて、待って、あと4問しかない。やば、調べて19回。本当にありがとう、調べてくれて。ぴったりじゃないけどね。まあ8回以上ってことで。次の問題笑っちゃったんだけど。じゃん、今年の誕生日に、三月さんからホールケーキもらえるのか。もらえない。これ正解じゃん。正解正解正解。ホールケーキじゃないもん、ロールケーキだったから。え、嬉しいんだけど。もらえないにしてんのもおもろいけどね。もらえないにしてんのもおもろいけど、ロールケーキでした。大正解じゃないこれ。これ結構すごない？イエーイ。これは結構、はい、ちょっとこれは嬉しいやつですね。何ちゅうもの問題にしとるんやって感じなんですけど、まあね、正解にしたくない問題ですけど、でもありがたいことにね、おっきいロールケーキをいただいたので、はい、しっかり食べました。ありがとうございます。まあさっきの合わせると今のところ2問正解ってことでいいですか。あー、はい、第8問、K2 でお出かけができるのか。できる。まあ、でもこれ多分全員って言ったよね。 K2 みんなでみたいな。
先輩方とディズニーは行ったんですけど、全員の予定はさすがに合わすことがちょっとスケジュール上ねちょっと難しくてね、まあ、これ多分全員でって言った気がするから不正解なのかな。ねね、なのでまあね、全員でがいいのでね、これは不正解ですね。残念残念でした。そしてあと2問です。あと2問でございます。おお9問目はギフちゃんでテレビロケができるのか。アンサーはできるってしてるんですけど、テレビロケはしてないかな。ギフちゃんでだもんね。ね、ロケはしないんだよね。テレビ出演はできたんですけど、ロケはしてないので、残念ですね。残念でした。あらら。はい、出演はできたんですけどね。ほぼ希望だね、確かに。ま、まだね。まあ、ロケじゃなくてもテレビにお願いいただけるように頑張ります、はい、そしてラストです。ラストですよ皆さん。素晴らしい問題が出てます。皆さん褒めてください。素晴らしい問題です。じゃん。最後、ショールーム毎日アイドルできているのか。アンサー頑張ります。皆さんありがとうございます。最後の最後でちゃんとクリアしましたね。なんかちょっと2周年というお祝いにこの問題が正解できたのはね、よく頑張りました。頑張ります、おもろいけどな。頑張りますって何ね、頑張りますってねろね、これありがとうございます。素晴らしい、なんかストーリー性のある問題を作りましたね。私は全然覚えてなかったですけど、すみません。はい、ありがとうございます。頑張りました。まあ皆さんがね見てくれるから、はい、頑張りました。本当にありがとうございます。いつもできるとも言わんかったっていうのがね、頑張りますやから。まあでも頑張りましたのでこれは正解ですね。まあ頑張らないとね2周年は達成できませんのでね、はい、ありがとうございます。皆さん来年もこの企画やりますか。この企画をやりましょうね。続けますか。また今日問題を考えたいと思います。また1から10問、今日の日付でいいのかしら。まあでも3周年の時にやればいいのかな。だから3周年の時に正解は1年後を発表したいと思います。まあ大体1年経つのでまあずれますけど、その方が多分ね皆さんも見やすいのかなと思うので、はい、そうしたいと思います。今もうすぐ時間30分しかない。チームできるかな30分で。とりあえずちょっと待ってね、2024年2024年3周年の時だもんね。3周年いけたらいいんですけどね。3周年の時に書いてある私。正解は正解は10問ですね。2024年3周年の時に正解を1年後を考えたいと思います。
考えたいと思います。これいけるかな、厳しそうだよね今日。まあ、まだ時間はあるので、時間があるときにやってもいいけど、どうしましょうか。できるかな30分で。ちょっと急ぎ目で、まあ、できるとこまで。日付も一応入れとく。そうね、一応ね、まあ、3周年の時にはやりますけど、今日の日付が2024年3月9日ですね。ちょっと入れときました。はい、できるとこまで行きましょう。まあ、とりあえず関係だよね。今3周年までににしとこう。1問、3周年までに漢検3級合格できるのか、アンサーはできるにしました。できないやめて、できないやめて、まあ、ここはね自信をつけておきましょう。できないやめてください。できるにして、できるってことにしたいところね。第2問、2問目どうしような。できないに変えてやめてください。正解する気あるよ、やめて。じゃあまああれにしようかな。2じゃないよ、3じゃないよの出演回数第2問は、2じゃないよ3じゃないよの合計した出演回数はにします。どうしようかな。そうね、20回以上にしよう。はい、20回以上にします。はい。出すぎる、出すぎです、出すぎ、出すぎるぐらいで、はい、だから今月からカウントしてくださいね、3月から。はい、ちなみにここだけの話、今月トカラジオ行きます。何とは言いませんけど、トカラジオ行かせていただきます。はい、3問目、3問目は第3問は
カニライク3人でイベントができるのか、できるにします。まあそのカニで思い出したけど、私今年の目標は北海道に行くことなの。だから今年北海道に行けるのかにもしますね。4問目は今年北海道に第4問目は今年北海道に行くことができるのか、アンサーはできるにしました。素晴らしいね。まあプライベートでも仕事でもまあどっちでもいいことにします。まあちょっとヒロミにねヒロミにね、まあ仕事で行けたら嬉しいよね仕事で行けたら嬉しいよね。5問目はどれにしようかな。5問目はどれにしよう。水木さんに誕生日プレゼントもらえるのか、それにします。確かにね、今年何のでも多分ホールケーキはもらえなさそうだからね、何をもらえるんだろうな。ホールケーキくれるかな。ホワイトデーにお返しはもらえるのかホワイトデーに会う予定はないんだけどな。あ、チャッカマンは使われるのか、めっちゃいいねそれ。それにするね。間違えちゃったミスりました。もう一回書きます時間がねどんどん過ぎていってしまうえ、電源切れる？電源切れないで。ちょっとこのインクが地味にない。5問は、みつきさんにプレゼントしたチャッカマンは使われるってやつでアンサーは使ってくれるにしました。使ってくれるでしょうね、私の誕生日には。やばい、インクがないです。頑張れ今何分？バイバイバイ。第6問、第6問は スマホは絶対買い替えるよ。スマホでいい？スマホは絶対買い替えるけど、
スマホ買い替える、はいにしました。スマホ買い替えたいです、早く。スマホ買い替えたいですね。はい、お願いします。きっと買えると思います。はい、買い替えます。こういう問題があってもいいよね、1問ぐらいね。1年後に何しな、あ、なんかバッテリーなやばかったなっていう、バッテリーやばかったなって話になりますから。7問は早く買い替えてだよな。ラッキー問題だね。もう早く明日にでもすら買い替えたい。K2 でお出かけにする。そうね、第7問はチーム K2 みんなでお出かけができるのかです。できるにしました。はい、できるといいね。まあ、全員は難しいと思うけど、まあ、みんなでにしときますね。みんなでしたいから。8問、7D2 でイベントね、いいね。 7D2 でイベントしたいね。もう3月で9周年になりますね。3月ってか3月31日で、なんと。はい、あ、 7D2 で飲みに行けるのかでいいね。それもいい。どっちがいいかな。乾杯したいねって話してるんですけど、今ねしてなくてね、みんな20歳になったということなので、72で、え、乾杯って小字で合ってる、てか乾杯って打ってほしい。乾杯って字合ってる。あ、ねえ間違えた、間違えてます、めっちゃ間違えてます、ごめんなさい。ごめんなさい。9問目は競馬関連にしようかな。どうしようかな。9問目は万馬券何回取れるのかにしようかな。
やばい、インクがございません。まあ、リアルに2とかな気がするんだよね。リアルに2 本当はもっとね8とか言いたいけど、8とか言いたいけど、リアルに今のところの成績でいくともう 2とかになるんだよね。そう、あれないとね、まずね、当たったとしても万馬券だもんね。プライベート含めたらプライベート含めたらさ、ちょっとさすがにちょっと数えとかないかんくなるんで、7にしようかな。7期だし。はい、9問目は万馬券は何回取れるっていうので7回にしました。はい、そしてラストですね。頑張りますにしようかな頑張りますにしようかな。やっぱりラストは ショールーム毎日アイドルできてるのかで頑張りますにしたので、はい、また3周年でこれがね見れるといいなっていう希望を込めて10問はこれにしたいと思います。これだけは使い回しで頑張ります。ということでザザーってやりましたが、これでよかったのでしょうかまだいっぱいあるけどね、やりたいの。まだ他にあるけどね、いっぱい15問ぐらいやりたいけど、ね、やっていいよ1問は皆さん何がいいですか。じゃあおまけの1問にするね。じゃあおまけの1問をかけるよ。まだ裏にかけるんだ。おまけの1問はやばいどれにしよう。今何分？あ、やばい、時間がないよ。
まけの一問。やばい、本当に時間がない公演だね時間がない公演だね。何にしよう。親知らず、親知らず生えてきません。A メロに憧れて SK に入ってくる子がいるのか。それちょっと悲しいね、入ってこなかったら入ってこなかったら悲しいね。時間がない声休まず出演。うわー、いや今んとこ皆勤賞なんですけどね グラビアに何回出演できるのか。おお、確かにね。皆さんどれがいいですか。 SKE に憧れる系か、入ってくれるのか、かグラビアか、公演に皆勤賞か、この3つにしたいと思います。どれか おー、ラジオ番組を持てるのか。そうね、目標にしてるのでグラビアオーナイグラビア、グラビアにするじゃん。グラビアの回数でいいですか。もう時間がないので何回かな。グラビアの回数はまあボムさんで1回したので、これは含めないか、これ含めないもんね、これからだからまあ お仕事が来たらいいんですけどね。まあ1年かけてだから5回とか5回かな。お、多く、お、多めで、多めで5回多めで5回にしておきます。はい、おまけの一問はグラビアの回数はにしました。頑張ります。はい、まあ、なので落ち着きを取り戻してオーバーが来るように頑張ります。はい、っていう感じで皆さん、12時までね付き合っていただきありがとうございました。はい、ちょっとねこんな嬉しい、本当嬉しいんですけど、まあ本日の公演でちょっとね公演の話を戻しますと、はい2周年の油圧一旦置いといて一回戻すんですけど、本日の公演もね皆さん見ていただいた方とか足を運んでくださった皆さん本当にありがとうございました。はい、愛のホログラムを K2 バージョンで、はい、初めて披露させていただいたんですけど、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、またねぜひ公演がありますので、時間がない公演はぜひね予定がある予定というか時間がはいあった方はねぜひ予定があればはいお待ちしております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ、そしてちょっと一応ねファンの人に言っとこうって思ったのが、まあ、ルカさんがね今日卒業発表されまして、すごく私がね明るくルカさんに振ったんですけども、まあ、それはルカさんの意向で、はい、ルカさんが明るくやってほしいというのを頼まれたので、はい、そんな感じにさせていただきました。はい、一応ねそれを伝えとこうと思って、はい、もちろん寂しい気持ちはいっぱいなんですけど、はい、ルカさんがちょっと明るい感じで終わりたいというふうにお話ししたいという感じだったので、はい、まあ、そういうのはお話しさせていただいて今日はそういう感じにさせていただきました。はい、ということで、はい、ちょっとねルカさんの話もいろいろしたいんですけどもね、ちょっとお時間の方がもうないので、はい、またね皆さんと
トーク会もありますのでね、皆さん直接ねお話できるのを楽しみにしております。そして皆さん本当に2周年ありがとうございます。お祝いしてくれて本当にありがとう、嬉しいです、ありがとう。まあ、そしてね明日は嬉しい岐阜だよね、はい、祈ってます。そして私は配信の方に出演させていただきますので、そちらもよろしくお願いします。佐賀競馬さんの配信の方に、はい、またお昼配信します。お昼ってかお昼前か午前中に配信します、はい、なのでまたねそこでいっぱいお話しします。それでは今日もありがとうございました。皆さんありがとう、本当にありがとうね。あ、ギフトもありがとう、ギフトもありがとう、すごいたくさん嬉しいです、ありがとうね、おやすみなさい、ありがとう。ありがとうございます。おやすみなさい。